今日はね、さつまいものね、苗がね、たくさんできたので、これを植えたいと思います。ここからこう切って、これで十分だからね、どんどん伸びるから、もっと長くなってからでもいいんだけどね。今ね、二苗目をね、作ったんでね、この隣にね、ここに植えていきます。こう穴の中にね、お水を入れて、で、ここにね、斜めに刺す。これで OK。 水を溜めて、斜めに交差する。蚊に刺されちゃったかな。蚊に刺されたところに毒ダミのね、お汁をね、塗っとくとね、痒みも治まるし、腫れもね、少なくて済むんで、塗っときます、これでね。これで OK。クエン酸もさ、アルカリ性だと思ったら酸っぱいから酸性なんだね。酸性だったの知らなかったな。ちょっと酸っぱいのはさ、みんなアルカリ性だと思ったら違うんだね。クエン酸は酸性だった。このね、梅干しのね、作った時の残った酢なんだけど、これはね、アルカリ、強力のアルカリだ。梅干しはアルカリだからね。実験でこれをちょっと赤くしたいなと思って、買ってこなくてもね、身近にあるものでできればなと思ってね、ちょっと実験してみます。根元にね、酸っぱいからね、酸っぱいやつはみんなね、アルカリだと思ったら違うんだね。ここちょっとこう巻いて、枯れちゃったらしょうがないからね、あんまり巻いてね。これで実験したいと思います。これがね、赤になればいいなと思って。